こんばんは、パーソナリティの小林めきです。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。この間出張行ってきまして。どちらに？ちょっと報告してもいいですか？はい、台湾行ってきました。海外へそうなんです。すごく久方ぶりじゃないですか？久方ぶりですね。あの今自民党のですね、1期生2期生はあの国会会期中は土日であろうと海外行っちゃいけないと基本はなってまして。なぜですか？まあ、なるべく地元に帰ってですね、あのしっかり地域の地盤を固めなさいと、まあ、こういうのがあって、あのこれ大先輩、引退した政治家の先輩からはですね、はい、あの批判もあったりしたんですけど、若いからこそ外に行かさなきゃダメだみたいなこともあったり、言っていただいた方もいらっしゃいましたが、まあ、そういうことなんですが、まあ、今回台湾にあの3月の18日からですね、3連休、皆さんもいろいろお過ごしをされたんだと思いますが、仕事として台湾に訪問してきまして、はい、きっかけは？きっかけはですね、これ自民党青年局っていうのが基本的に台湾との、あの国交の窓口というか交流の窓口になってるんですね。これいろいろ経緯があるんですけども、まあ、あの台湾っていうところは今は国としての交流を日本としては認めていないところなんですね。で、世界中で台湾とですね、国交を持っている国って21カ国、まあ、だけあるんですけども、まあ、日本は、いろいろ中国との関係があって今は国としての関係を持っていないということになってます。ただ非常に日本と縁が深い、で当時日本が統治してた時代のこともあって台湾の方々はすごく日本に親近感を持っていただいてる。で、まあ、いろいろな経緯があって、ここを持てないとこういうことになったもんですから、じゃあ自民党の青年局が必ず毎年あのしっかり伺って、で向こうから来た時もこちらで、歓迎をさせていただいて交流をしっかり持っていこうと、で民間ももちろんやっていこうと、こういう役割になってるもんですから毎年伺うことになってるんですが、この間、まあ、蔡英文さんという新しい総統が、つまり台湾の、まあ、大統領ですねが誕生してます。でこの方に、まあ、お会いするっていうことと、もう一つはですね、この蔡英文さんになってからすごく実は台湾に対する中国のプレッシャーが大変きつくて。あら、どうしてでしょう？まあ、やっぱりですね、こう新しい人には少し力でですね圧力をかけるとブレるんじゃないかと。でこれブレ始めるとですね、もっともっと圧力をかけるっていう戦略を取られるものですから、そこを試してらっしゃって、で実はあの国際的な会議ですね、今まで台湾が出ていた国際的な会議にいろんな圧力をかけて台湾を出させるなとかですね、まあ、やっててですね、でそれに対して日本としてはいや台湾は出るべきだっていう声明を政府として出したりしながら応援をしてるんですね。でより一層この蔡英文さんを応援をしますよっていうメッセージを伝えるために、まあ、我々が行ってお会いをしてお話をしてくるっていうのが、まあ一番大きなミッションだったわけです。こちら側にとっては嬉しいお知らせですね。そうですね、あの、あ、そういう意味ですね。でそういう意味では一番隣国近い国でしかも心強く応援してくれる国っていうことなんで、まあ、あの声明は出しててもですね、やっぱり直接行って会うことによって全くその印象変わるもんですから、向こうの国会議員の方々、あ、そして、市長さんたちですね、なぜこの市長さんたちに会うか、例えば、台南市長とか、桃園という、まあ、もう一つ空港があるんですけども、空港の市長さんにお会いをしてきたんですが、なぜかというとこれはこれでですね、また大事な意味があって、日本の場合は総理大臣というのはまず国会議員になって、で国会議員からこう年数を経て総理にチャレンジをするということなんですけど、向こうの場合はですね、あんまりその国会議員、立法委員って言うんですけどから総統にチャレンジするっていうのは少なくて、その地方の市長をやって総統選挙に出るっていうのが基本的な流れなんですね。でなもんですから、次の蔡英文さんの次のリーダーになりうる人たちともしっかり話をしておかなきゃいけないと、こういうことで2つの市を訪れてですね、特に台南市っていうのはものすごく日本にとっては重要で、まあ、台湾にとっては京都みたいな場所なんですね。あの台湾の元々の古都であると。でここにはですね、実は日本の大変頑張った方が、ダムを作ってですね、そのダムのおかげで、そこが大変な穀倉地帯になってるっていう地域があって、八田余一さんっていうんですけども、この方を台南市っていうのを大変祀っていてですね、でこの市長さんともお話をしながら、ぜひあのもっと日本の人にですね台南に来ていただいて、どんな日本人が素晴らしいことをやったかってのをぜひ見ていただきたいという、まあ、こういう話もいただいてますしですね、あのかなり広島県でもあの今まで修学旅行先別のとこだったのを今台湾にしていただいているところもあったりしながら、まあ、そんなお話をしてですね交流を深めてきたということになっています。良き交流ができたということですね。そうですね、本当に信頼関係深められたかなとこういうふうに思います。とはいえまだ話し足りないようですので、はい、じゃあ次週は後編。あ、ぜひ後編。
はい、お届けしたいと思います。ぜひ蔡英文さんとあと李登輝さんにも会ってきましたので、そのあたりをご報告したいと思います。はい、さあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは出番アットマーク FM777.co.jp、 ファックスナンバーは 084-920-8765、 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。またサイマルラジオ24時間放送です。パソコン、スマートフォン、タブレットでいつでもラジオ聞き放題。詳しくはレディオビンゴのホームページをどうぞご覧になってください。この番組は高和物産金戸22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜はキッズミュージックフェスティバル2017実行委員長の高野健二さんと音楽ステージ担当の小森ベンさんをお迎えしています。高野さん、ベンさん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。さすがベンさん、特に発音いいですね。そんな感じですね。はい、はい、やっぱり英語の専門家。あ、イエス、さすがですよ。ありがとうございます。というわけで今日はキッズミュージックフェスティバル、はい、今年4回目ですね。そうですね、おかげさまで、いつもあの美術館のところでやってるもんですから、はい、私も近所なんで、はい、テクテクと歩いて行って、はい、私服でよくお邪魔してますけども、今年も楽しみにしてます、はい、というわけでこのイベント、ええ、まあ、それでもまだ行ったことないよと、うん、知らないよという方もいらっしゃるので、いろいろお気をしたいと思いますが、はい、まずは高野さん、はい、このイベントの思いちょっと教えてもらっていいですか。はい、あ、ですね、まあ、キッズミュージックフェスティバルって、まあ、名前の通りですね、まあ、子どもの音楽祭ということで、まあ、やらせていただいてるんですけれども、まあ、開催は、まあ、あの毎年子どもの日の5月5日にあの福山城公園とかですね、先ほどもおっしゃいましたけど、まあ、あの自然の中で、まあ、生の音楽に触れていただいて一日こうゆったりと過ごしていただきたいなっていうイベントですね、はいはい、結構あの音楽も楽しめるし、はい、それを聴きながらいろいろ体験もできますよね。はい、皆さん今年はどんな体験なんですか。そうですね、今年はですね、打楽器系こういったものを中心にしようということで、以前にも出ていただいたですね、JBDC ジョインザビート、はい、ドラムサークルという参加型のですね、そういうイベントもありますが、今年はさらにちょっとグレードアップしまして、福山松永下駄、有名ですよね、はい、でこの下駄をフィーチャーしまして、下駄を履いてタップダンスをやろうと、これがゲタップっていう名前なんですね。それでゲタップなんですね。そうなんです、ゲタでのタップダンス。いい音しそうですね。そうなんですね、はい、で今までもですね、このゲタリンピックさんの方でもされてたんですよ。今回はキッズミュージックフェスティバル、この形を取り入れてやっていこうと、ですからこれはですね、当日あのゲタの販売もしますし、でそこでお買い上げいただいて申し込まれた方は、大人も子供もですね、ステージに上がってみんなでフィナーレを迎えようということなんですね。いやいや、タップとかやったことないよという方もいらっしゃると思うんですけど、そこはもちろんですね、ちゃんと体験教室を用意しまして、そこでやった方たちと一緒にやっていこうと、そういう形です、でドラムサークルもですね、一緒に上がって、まあ、どんどんやっちゃおうよと、そういう感じで盛り上がってもらえればというふうに思っています。まあ、他にもですね、いろんな音楽用意してございます、はい、まあ、これも1回目からですね、協力をいただいている、三木音楽塾の龍三木、はい、お二人の先生ですね、来ていただいて、まあ、単語の調べであるとか、まあ、そういった青空の下でいろいろ楽しめる音楽で、青空の下といえばですね、まあ、ハワイということで、ハワイのフラダンスを、ギターの弾き語りとお二人でやるというですね、これもあの去年も出ていただいた、そういったユニットなんですけど、そういった形があったり、で他にもですね、キッズですから、ちびっこの打楽器、和太鼓であるとかセットドラムであるとか、そういった形でですね、もう一日中楽しんでいただける、そんな風な、音楽台を、用意してますのでね、ぜひ皆さん来ていただきたいな。そういう意味では聴いて楽しむだけじゃなくて、一緒に音楽もやれるとね、はい、まあ、あのイベントとしても、あの五感で楽しむ青空ミュージックフェスっていう風に歌ってますので、はい、もうフルに楽しんでいただきたい。なるほど、叩いたり踏んだり触ったり、そうです、歌ったりしながらやろうと、うん、はい、でもそういう意味では五感というからにも、やっぱり食感も、はい、そうですね、味覚も重要な理論です、そうですね、はい、まあ、あの飲食の方はですね、あの、まあ、一日お腹も空きますので美味しいものを食べてもらおうということで、まあ、あの料理人の方にそこでライブで料理をしていただくんですけども、まあ、あの今年はですね、まあ、エビ塩ラーメンとか、
まあ、あの地の食材を使ったものですよね、うん、そういったものも用意したりとか、まあ、あの府中焼きだとかですね、で、まあ、あの子供さんが好きなカレーや唐揚げなどももちろんありますし、まあ、あのイベントとしても食育っていうところにも少し力を入れたくてですね、まあ、あの地の食材とあと優しい食材ですよね、あと見た目にも美味しい栄養バランスにもこだわったような、まあ、出店をしていただくっていうことで、まあ、もちろんドリンクとかスイーツもありますので、もうたくさん楽しんでいただきます。楽しいですよね。もう本当にお昼時ぜひ行くと、はい、もうお腹いっぱい、そうです、ね、かつちょっと甘いものもいただけたり、はい、そうです、そうです、最高の感じ、はい、でもベンさん注目の、ベンさん個人的な注目の飲食なんですか？個人的にはですね、やっぱりあのエビ塩ラーメンです。エビ塩ラーメン、まあ、今までなかなか忙しくって行くだけなかった今年はもう絶対これは食ってやろう食べてやろう、はい、狙ってるということでございます。高野さんどうですか？そうですね、まあやっぱり野菜をしっかり食べてもらいたいので。あ、なるほど、はい、まあ、あの野菜とかね、いっぱい入った栄養バランスが取れたライスバーガーとかもありますので、はい、はい、ぜひぜひ。それはあの高野さんのソースで空いてあるわけじゃないですか？残念ながら、残念ながらそれじゃない今ソースじゃない。そうですね、今回は出店するとか。いやいや、あの一応ですね、あの、はい、協賛という形でちょっとお安くは販売させていただくんですけど、まあ、子供さんにね、あのご飯が残さなくの食育ソースって言ってるので、はい、まあ、ここはもちろん出させていただいて お届けしたいなと。はい、宣伝になっちゃいましたね。いや、いいじゃないですか一方で注目のステージは何ですか、はい、ステージですか？ステージ、あ、ステージはでもあれですね、ベンさん、何いや、ベンさん、そうですね、まあ、全部注目といえば注目なんですけどね、うん、はい、でもやっぱりあの子供さんが参加していただけるっていうことで、はい、これもあの毎年お願いして、うん、リトミックっていうですね、はい、はい、まあ、音楽、特にリズム感も大事にしながら参加をして体を動かそうという、これはあのステージ前にですね、皆さん集まっていただいて、はい、まあ、親子で参加できる、うん、これが青空の下でできるっていうのがですね、本当に嬉しいなっていう、こういうイベントなんで、ぜひ参加してもらえれば。これ全体の時間は何時から何時なんでしたっけ？ですね、オープンが10時ということで、ここは和太鼓でどんどんこうオープニング始めていきまして、そこからまあ30分ぐらいずつですね、いろいろな、音楽コンテンツがありまして、フィナーレ、最後迎えるのが16時ということです。で、じゃあ10時オープン、一応夕方4時終了。そうですね。ちなみにその親子で参加できる体験型のものっていうのは、あ、はいはい、一番最初は何時ですか？時間またちょっと今決めかねてるところはあるので、なんせたくさんコンテンツありますので確かに、ただまあ一応予定としてはですね、10時半11時ぐらいから、はい、もう参加をしていただいて、でその後にはですね、またあの実はあの琴もですね、福山琴ですね、参加していただくので、この琴はステージもあるんですけれども、はい、ステージと反対側のところにですね、はい、琴の体験教室、ということもやっていただきますので、なかなか触ることないですよね、子供の時に。そうですね、今は少ないですから、ね、まあ、結構ね、小学校さんなんかで少しあのやったことあるよっていう方もいらっしゃるんですけど、今回もあの実際にですね、じっくり触っていただける、でそういう形で用意をしていただいてます。でそれと、まあ、参加というかですね、これもステージと違って反対側で行うんですけれど、手作り打楽器、はい、身近にある素材を利用して打楽器を作っちゃおうということですね、はい、これも手作り打楽器持って最後のフィナーレですね、はい、参加ができるよと、もう子どもたちがわんさかあふれる、そういう形にしていきたいなっていう体験があったりですね、で先ほど言いました、タップの練習教室、はい、というのがあったり、はい、という形になっています。で音楽以外にも、委員長、うん、あ、そうですね、いろいろ体験があるんですよね、はい、ですね、まあ、あの毎年やらせていただいてるんです、やっていただいてるんですけども、まあ、和菓子作り体験とかですね、はい、あと今回は、まあ、福山ならでは福山レザーカービングとかですね、カービングってなんですか？あの掘るんですよ。あ、掘る、うん、ですね、それでキーホルダーを作っていただけるということで、あと、まあ、あの自然とかっていうことにもあのフィーチャーしてて、あの木をですね、自分でこう切ってあのおもちゃを作って射的だとかっていうのも、まあ、子どもさんに体験していただこうっていうことなんですけど、はい、あと一つですね、まあ、もちろんあの子どもさんに楽しんでいただきたいイベントなんですけども、あのお母さんにもお父さんにも楽しんでいただきたくて、今回は面白いところでですね、あの向島からあの洗濯のプロの洗濯屋さんが来られるんです、はい、
で何って何の洗い方教えてくれるんですか。そうなんですよ、一番多分困ると思うんですけど、はい、靴下とか上履き、上履き何ぼ洗っても落ちるの。もう落ちないですよね。どんどん色がこう濃くなっていく、はい、ダメージ加工されていくっていうのを感じます。それをねプロがね、教えてくれますんで、ちゃんと押し綺麗になっちゃうなっちゃいますね。手軽にめちゃくちゃ綺麗になります。それ助かりますね。はい、ということで、まあね、もう音楽で、まあ、キーワードになってますけど、はい、まあ、木だったり洗濯だったり、うん、食だったりと、はい、まあ、いろんなことをこう体験していただくイベント内容です。いいですね、はい、さっきのステージ外の体験はもう時間関係なく、そうですね、はい、随時行ってます。随時行われるってことですから、はい、いや、ぜひもう全ての時間帯で楽しめるってことですから、はい、ぜひ来ていただきたいと思いますね。楽しみ、ありがとうございます。盛りだくさんですね、はい、さあ、それはこんなイメージで行われるんですよということで、高野さんがリクエスト曲をしてくださいました。はい、ではここでお届けします。ジュディ&マリーで散歩道をどうぞ。今夜はキッズミュージックフェスティバル2017実行委員長高野健二さんと音楽ステージ担当の小森弁さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。はい、お願いします。楽しみですけど、この5月5日、はい、雨になっちゃった場合は、はい、はい、雨の場合はですね、はい、5月6日、翌日に順延します。あ、なるほど。少々の雨だったらね、小雨欠航ということでさせていただくんですけれども、はい、でこちらにつきましては、あの Facebook の方でキッズミュージックフェスティバル、これで検索をしていただければ情報がそちらから出ます。はい、まあ、あのキッズっていただけでもですね、もうポンと出るような形になってますんで、はい、そちらで見ていただけたら。で、あの場所についてですね、じゃあ、あの公式な名称は福山城公園ってなってるんですけど、実際にはですね、あの美術館前、あそこの芝生広場のところ、はい、赤いアーチが特徴的ですね、はい、そこでイベントが行われてますので、芝生広場だなと、そこを目指して来ていただければというふうになってますので、はい、よろしくお願いします。5月5日10時から16時までということですから、はい、ぜひ楽しみにしてますけど、はい、でもこれ高野さんね、はいはい、なんでこのイベント始めたんですか。そうですね、まあ、あのまず子どもたちってこう体験もすごく大事だと思ってて、まあ、あのなんていうんですかね、あのこう将来こう大きくなるにあたって何かこう一つ自分に特技があればいいし、うん、まあ、それを特技を書くとしていろんなことに派生していくので、で、まあ、人とのつながりもありますし、まあ、そういうこともいっぱい楽しんでいただきたいのと、まあ、あの福山市たくさんいろいろイベントありますけども、まあ、子どもさんが本当にあの安全に安心にこう、ね、あの気楽に楽しんでいただけるところがちょっと少ない気がしてて、まあ、キッズはですね、まあ、あのゆったりとこうずっとベビーカーをしてゆっくりできますんで、はい、そういったことで、まあ、あのなんていうんですかね、まあ、シンプルなんですよね。こう音楽を自然の中で聴いてもらってきっかけ作りをしていただけたらなっていうことで、はい、高野さん自身のなんか背景と重なるものがあるんですか。はい、あります。僕実はですね、ドラマだったんですよ、はい、ちょっと前まで、はい、で、まあ、あの僕もこう友達がこうやりがい、あのやりたいことがわからないのがあの辛いっていうのを聞いてたんですけど、いざ僕もバンドを辞めて帰ってきた時に何かこう目標を失った時にすごく辛くて、いや、こういうことかっていうことで、まあ、それを通してあの、まあ、子どもさんにこうやりがいとこう支えになっていただきたいので、まあ、今回のイベントにもあのそういう意味でつながりがありまして、うん、はい、でもいいですよね。その、まあ、仕事にやりがいがある人は仕事がやりがいでもいいし、はい、で仕事やりながら別のなんか特技を生かしながら別のやりがいをまた作っていくっていう、こう伏線的に同時並行でいろんなものを走らせても、うん、まあ、そういう時代になってきてるんじゃないかなと私は思うので、うん、ですね、はい、なんかそういうチャンスを作ったり、そういうやる大人の姿を見せることって、はい、まあ、また新しいつながりが出てくるんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、ベンさんもまたそういうことを別の場所でもやってらっしゃいますね。別の場所でもいろいろやってます。あの、はい、元々僕教育関係なので、はい、で一つ出会いがありまして、あの学校の文化祭にですね、今解散しちゃったんですけど、矢印っていうバンドを呼んでくれと生徒が言いまして、でそのことでつながりを持って矢印がですね、当時こう全国を回っていると、福山っていう町は芦田川だね、芦田川は中四国で一番汚いんでしょみたいなこう話があって、あるいはその地元の方がですね、うちにはこういう川があるんだよと、そう地元をすごく誇りに思っている姿を見て、でそういうことを文化祭に来て彼らも語るし、はい、そうだよねってことで意気投合しまして、そこからあのリバーサイドグループというイベントが始まったんです、うん、でこれはあの今でも続けてますけど、月1回芦田川の河川敷を掃除をして、年に1回、
みんなでこう思いっきり楽しめる音楽イベント、楽しみながらでも明日だから大事にしようね、で地元を好きになっていこうねって、そういうイベントなんですけど、でそういうことを、まあ、手伝って一緒に始めたうちにいろいろこう音楽系のですね、いろんな音出し、まあ、いわゆる PA というですね感じのことをやりだして、もう今ではあのいろんな音楽イベント、ロックしかりジャズしかり、そしてミュージカルなんかもこの間あったりとかですね、まあ、そういうふうないろいろなイベントを通して福山を素敵な楽しい街にしていこう、でそういったことを今ずっと続けさせてもらってます。あ、いいですよね。こう経営者の方ってそれは若かろうと年配の方であろうと、まあ、いろんな慈善団体があって、うん、まあ、そういうところに入られてこう地域のためにいろんな活動されている方って、まあ、多いようなイメージがありますけど、やっぱりそう経営者だけじゃなくて普通に働いているサラリーマンもなんかこうもう一枚名刺を持つというか、まあ、それは本当の紙じゃなくてもいいんですけど、なんか別のことを やるっていうのも、まあ、面白い時代なんじゃないかと思いますし、なんかいい出会いにもつながるんじゃないかと思うんですけど、実際皆さんやってみてどうですか？そうですね、本当にあのいろんな人とのつながりがありますし、まあ、そこでいろいろこう感じたことで、まさしく社会の中で人がどういうふうに動いてるんだって話を自分の仕事で持って帰って、あの目の前の生徒たちとこう話をしたいとかですね、いうことでも広がるし、自分自身のこの心の持ちようもね、やっぱりいろんなイベントに行っていろんな人とこう触れ合う中で、あ、広がったなとか落ち着きが得られたなとか、でそのことが全てプラスに回っていく、で最終的には、自分がこうねリタイアして福山という街を好きになってゆったり暮らしていきたいなって、そういうものがなんとなく見えてきたっていう感じがしてます。いいですね。高野さんどうですか？もうでもデンさんとすごい僕似てます。あ、そうですか。はい、でまあ僕もちょっと子供がいるので、まあ、勝手な話を言うと常にかっこいいお父さんでいたいなと。はい、いいですね。はい、どうですかその姿を見てるお子さんたちの反応は。まあ、僕ドラムやってたので、まあ、常にこう なんだろう、こう家でもとことこやりながら、まあ、でもそれも楽しみになってたりとかで、まあ、ステージにも実際見に来てくれたりとかで、まあ、普段見せれない姿を見せれるし、まあ、そうするとちょっと株が上がりますよね。あ、かっこいい。いいじゃないですか。でも高野さんは沼熊出身ですね。はいはいはい、沼熊でもこれやりたいなって思いがあるんですね。あ、ですね。あの、まあ、僕はですね、まあ、食に携わってますので、まあ、あのそうですね、あの地元の魚使ったりだとかですね、まあ、食材をアピールしたり、まあ、もちろんこう最終的な目標なんですけど、ちょっと食堂を復活させたくてですね、はい、そこを、まあ、地域のコミュニティが今ちょっと少ない気がしてるんですけれども、まあ、そこを核として、あの食も楽しんでいただくんだけど、海が見えるところで、あの地域のおじいちゃんおばあちゃんもいて、でそこに県外からそのネットおじいちゃんおばあちゃんに会いに来るみたいな、そういうあったかい場所をこう作っていきたいなと思ってます。いいですね。ぜひちょっと楽しみにしてます。はい、これでもキッズミュージック、あの、やってらっしゃる方々ってどんな人たちなんですか？他には。もうこれ有志の団体なんですね。はい、で、まあ、経営者もいますし、まあ、小森さんのように先生の方もいらっしゃるし、主婦の方も、はい、またまた学生の方も、はい、もう全くあのあれですね、出したよう。そうですね。はい、でもこれ運営するためにやっぱり資金必要じゃないですか。そうなんです。いろいろ大変だと思うんですけど、今年新たな取り組みを、はい、クラウドファンディングに挑戦させていただいております。検索すると出てくるんですか？そうですね、あの Facebook、 さっき言った Facebook の方からですね、入っていただけると思うので、はいはい、ぜひ見ていただきたいんですけど、まあ、もちろんあの資金集めっていう面が表に立つと思うんですけども、あの賛同者を増やしたいなというところで、まあ、あの実際にですね、あの、まあ、ちょっともう始まってるんですけども、まあ、始まって1週間2週間であの同じような思いを持ったイベントの方、あのガイアエキスポっていうイベントがあるんですけど、同日に、まあ、その方もちょっと一緒にやらないかみたいな賛同者が増えたりですね、まあ、そういったことで、まあ、すでにこうやってよかったなと、はい、いいですね。はい、じゃあぜひまたキッズミュージックフェスティバルで検索をしていただいて、はい、ですね、いろんな応援の仕方があります、ね、はい、まずは訪れていただきたいですね。そうですね、5月5日、はい、この日楽しみにしてます、ね、今日はお忙しい中ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今夜のゲストはキッズミュージックフェスティバル2017実行委員長高野健二さんと音楽ステージ担当の小森蓮さんでした。平野さん行ったことあります？ないんです。あ、ない。じゃあ今度次は近所なんで、ぜひこのスタジオからもすぐ近くですから。3連休大体仕事をしてます。そうですよね。もうちょっと夜、ああ、なるほど。夜もなんか夜更かし、この日だけ子供たち
しいよっていう、うん、そしたらいける。うん、確かに。でもあそこの公園でライトアップすると結構綺麗なんですよね。そうですよね。そう、うん、そうなったら行きたいな。だそうです。じゃあ大人の大人タイムもぜひ来年はご検討よろしく、はい、はい、楽しみにしてます。はい、それでは今夜お相手は小林美希と、アシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組はコーアブスさん、カネソ22の提供でお送りしました。